おはようございます。俺の本題、いや売らなくてよかったよ。今日は雑談動画ということで行ってみましょう。よっこでひゃーっと、あ、いいね、やっぱ本題。やっぱりね、このデザインが私ものすごく気に入ってて、手放すのが惜しいなという感じがしております。このほらテールランプめっちゃかっこよくね、これこんな車ねないですよね。レトロな感じなんですが、結構未来っぽい感じもして、なんかねコンパクトカーなんですけど、すごいなんかボンネットが長く見えますよね。なんかそういったねデザイン的な要素もかなり高いなと私は思っております。デジタルミラーね、ものすごい大きいでしょこれ。ワイド画面、充電 44% 行ってまいりまする。いやー、この爽快な走り、やっぱ電気自動車ええよ。本当に充電問題だけ、それさえねなければ本当に電気自動車っていいなと思います。でこの間ねちょっとポジティブ動画と、ネガティブ動画出しました。ポジティブネガティブね。で皆さんやっぱりねポジティブよりもネガティブ、人が苦しんでる姿の方がどうやら好きみたいですね。そちらの動画の方が確実に伸びました。まあサムネイルって言ってね、動画をこうクリックする前に出てくる画面ありますよね。あれサムネイルって言うんですけど、そのサムネイルがまあちょっと EV を買うなというね、結構強めの意思表現をしておりました。まあそれもあって、そちらの方がクリック率が高かったのかなと思いますね。まあどちらにしてもね、EV 2020年の、今2月、まあ、後半もう3月に入るところです。まあ家にねコンセントがない方は本当におすすめはしません。これはね、まあ買うなという強い言い方はちょっとやりすぎたかなと思いましたけども、いやそれぐらいねやっぱちょっとね普通の生活するにあたってこのやっぱ急速充電だけじゃね結構やっぱねしんどいところもあります。実際うちの奥さんのね実家の方がまあちょっと距離で言うと、30キロぐらいあるんですかね家から。で前の日の晩にちょっと走って、で翌朝ちょっと行きたいよっていう時にもう残り 20% とかなった時にもう高速道路の途中でねもう急速充電するといったシーンも実はありました。ガソリン車とかハイブリッドであれば、まあ、その心配はないですよね。赤ランプついててもいけるんじゃないですかね、ひょっとしたら。で、この EV の赤ランプは本当の赤ランプなんですよね。いや、もう本当に、わ、あと何キロ走る、まあ、表記はしてあるけど、いや、これちょっとほんまに電結で止まっちゃうよっていうね、シーンが結構あります。なんかそうなるとね、もう本当になんか、ねえっていう感じなんですよ。まあまだまだねやっぱ EV っていうのは発展途上ではあるのかなという感じはしますね。でまあバッテリー問題ね、レアメタルがもう少なくなってるとかね、廃棄処分をどうするとかねいう問題もありますが、まあ今はまだ台数が少ないんですよね。まあテスラがいっぱい売ってるっていうのもあるんですけども、まあその辺も鑑みて、まあ日本はあんまり EV にね、積極的ではないのかなという感じはしますね。マツダも出しましたけども、台数はね、かなり少ないですよね。で、トヨタは、EV、小さい EV を出しましたね。まあそういう感じで、やっぱエコのこと考えると、バッテリーってね、小さく作るべきなんですよね、実を言うと。なので、近距離で、まあ、本当はね、こう、家充電というよりは、マンションの立体駐車場でも、コンセントがあれば最高なんですけど、まあ、行った先の、まあ、例えば、この間のイオン出したね、イオン動画、こちら、クリックしてください。こういう買い物をしてる時に、まあ、充電して帰ってくるみたいなね、
本当にねバッテリーが小さければまあ、充電する、まあ、満充電になるまでの時間もまあ知れてるということですよね。なので長距離乗る方はまあ間違いなくガソリン車を選んでください。もしくはハイブリッドですね。いや今日はね雑談動画なんでちょっとラジオ感覚で聞いていただいたらなと思います。いやまあそんな感じでポジティブネガティブで、ネガティブの後にまあこれも戦略だったんですけど車を査定するという動画を出しました。まあ結構ね皆さん反響があってどうもありがとうございます。それでチャンネル登録していただいた方も結構いらっしゃると思いますね。私のチャンネルはやはり皆さんのおかげで成り立っております。チャンネル登録していただいて、まあ、もしくは検索などしていただいて、まあ、再生回数が伸びるといったものになるんですよね。皆さんがいらっしゃらないと私のこの YouTube をやってる意味もございません。なので本当にね感謝しております。この場を借りて、いやお礼を言いますね。まあコメントもまあいろいろありますよね。いいコメント悪いコメントまあ結構ねコメントは言葉になるので、言葉というか文章になるので結構ね書いた本人はそんなつもりで、悪いつもりで書いたんじゃないんですけど、その受け取る側にしたら結構きつい印象にねなったりすることが結構多いです。結構ね最初に書いてますよね、 YouTube の方がね、なんかちゃんとしたコメント書いてくれよみたいなね。で特に私のこのチャンネル登録の方々は40代30代ぐらいが一番ボリュームがあります。まあ皆さんねそれなりの社会人で大人ですので、まあ良識あるまあコメントの方がかなり多いです。まあたまにねごくたまになんかちょっとこいついうねコメントをよく見ますけども、まあそれもね、まあ私どっか発言悪かったのかなと、まあ私自身も反省はしております。電池残量 39% です。始めた当初より YouTube をやってる人の価値観っていうのが上がってきましたね。始めた頃はまあ、知ってる人も少なかったんですけど、 YouTube 自体ね知らない、もしくはスマートフォンすら持ってないというね方が40代いや30代ですら結構いましたね。8年前でねまだガラケー持ってる方が多かったです。まあ言ったら年齢層の高い方も YouTube を見出すということになってきました。当初は8年ぐらい前ってね結構若い子らが多かったですね。結構やっぱゲームチャンネルとか若い子向けのチャンネルっていうのが流行ってました。商品紹介レビューとかね、いわゆるヒカキンさんとかがやってるような感じのスタイルですよね。なんですけどだんだん様子が変わってきて、まあゲームとかもね実はあれ著作権音楽とか結構厳しいんですよね。で画面をキャプチャーするので、まあ、それの、まあ、著作権っていうのはどこにあるんだということで、まあ、ゲームは、まあ、結構グレーでやってたわけなんですよね。まあ、いつそのチャンネルがその著作権侵害で、アウトになってバンされるということになってもいいようにみんなねチャンネルを分けてしてました。でまあ、そこに広告を打つわけなんですよ YouTube っていうのはね。スキップできない動画とかいろいろありますよね。途中にちょいちょいね挟んでるやつ、あれがまあ YouTuber の広告源にはなるんですが、関係のないね要は子供たち10代とかの子供たちにその大人の商品の広告を打ったとしてもあれなんですよ、全然効果がないわけですよね、スポンサー側としては。なのでまあこういった私のようなね、
車系とか、まあ、大人に振った YouTuber のところに、まあ、よく広告がつくようになるという、まあ、読みのもとで、まあ、私は車系にしたわけですよね。なのでまあそんな感じでまあやってるわけですよ YouTube ね。そうなんですよ。結構真面目な話しちゃいましたけど、今日は雑談動画ということでちょっと長めなんですけど、この本題、まああえてこれに載ってるということなんですね。まあ今チャンネル見てらっしゃる方は、あの EV 乗ってる方とかホンダ車が好きな方とか、まあまあ車好きの方が結構見てらっしゃるのかなと思います。まあそういった方々にまあ向けて、まあ興味のあるまあネタをどんどん出していきたいわけですよね。なのでこの間ね、あのこのホンダ E 売ったらいくらになるっていうね動画を出しました。協力していただいたあのエクシブコーポレーションっていうね、あの門真市にあるあの中古車屋さんなんですけど、まあそこの方もあの YouTube をやってらして、まあ YouTuber つながりということで、まあ、コラボさせていただきましたね。でまあ、あの査定しましたよ。で、まあ、びっくり価格ということで、これ451万ですね、あの消費税込みで、まあ、それが、430万で買っていただけると、しかも、現金でね、買っていただけるということなんですよ。で、一瞬、いや、本当に売ろうかなと思ったんですけど、実はマンションにもコンセントね、つかないんでね、もうこの間、昨日あの理事会があって、もう久々に出席して、そしたらね、まあ一応議事録に載っけてくれてました。でそっからあのね住民の意見取って、でそっから見積もりして、結局竣工するのがまあ来年の夏ぐらいじゃないだろうかと、早くてね、しかもっていう感じなんですよ。だから1年半もうその頃ホンダに乗ってないかもねみたいなこと言ったら、ちょっとねみんな笑ってましたけどね。いやまあ笑いが取れたからいいかなと思いながらまあこのホンダに乗っております。まあ、あと1年半これ急速充電で本当にやっていけるかなという感じしますよね。なんか電池も劣化していくみたいなんで、いやその辺なんですよね。このホンダ E に乗ってる電池は 35.5kW で、しかもあの水冷なんですよね。あのホンダが開発、まあ、ちゃんとしたこのリチウムイオン電池ちゃんとしてるんですよ、本当に。開発に開発を重ねてね、やっと出したっていうやつなんですけど、あの本当にね電池マニアと呼ばれるぐらいホンダは研究を重ねましたね。まあ、この劣化速度がどれぐらい他の EV に比べて保てるのかなというのも、まあ、興味があるところですよね。で、あの販売台数が、少ないんですよね。あの1000台、年間1000台しか売らないと。まあこのホンダ E を作るのにやっぱ手間がかかるみたいなんですね、今現段階では。本当にね、NSX を作るような手間がかかってるらしいです、この車。なのですごいやっぱね、手作り感っていうのがやっぱこのあるんすよね。この量産型ではあるんですが、すごいこの手塩にかけたこのホンダ E っていうね、なんかそういう人間味っていうのも感じるし、いやなんかやっぱ秀逸だなと思いますね、このホンダ E。あの車好きの方多分乗ったらね分かると思います。いやこのエンジンじゃないよ、モーターもリア駆動だしね、で車本来の走りの楽しさっていうのもやっぱありますね。でやっぱこの見た目もすごい可愛いし、私はねなんかすごい好きなんですよね。なのでまあなかなか手放すっていうなると、本当にね涙ちょちょぎれるんじゃないかなと思いますよね。まあ、あの車好きの方ぜひともね一回ねこれあのレンタルできるんで乗ってみてください。本当に思っている以上にね走るし、この50対50っていうねこの重量バランス、いや本当にねこういう血を這うようなね、このすごい安定してるんですよ。ハンドルペッペッと切った時にねグッとねこのセンターに戻ってきます。
なんかやっぱスポーツカーに乗ってるような感覚もあるし、まあ一応4ドアで4人乗れるんですけど、まあ後ろはほとんどね、なんかまあもう仮で乗るみたいな感じの、車ですよね。まあ荷物もね、フィットに比べると全然乗らないんでね、まああのファミリーカーみたいな形はしてるんですけど、だいぶね趣味志向の高い車だなと思いますね。まああのチャンネル見ていただいてる皆様のおかげでこの YouTube なんとか運営しておりますので、ぜひともこれからも末永くよろしくお願いします。そして今日初めて見ていただいた方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そして、グッドボタンよろしくお願いしますはい、というわけで今日は何の話かよくわからなかったですけど雑談動画でした。じゃあね、もう